どうも PDR さんです YouTube で嫌いな人っていますよねうん今日は皆さんに嫌いな YouTuber の対処法を教えたいと思いますおお見なきゃいいえ嫌いだったら見なきゃいいことですよねこういうおっ今日も PDR が動画を出してる低評価しねかスす 国帰れこのクソ外人低評価、アンチコメを残すのが生きがいみたいなかわいそうな人だったら例外ですけど、こういう、ピリアまだ動画出してんのかよ。早く消えろよ。本当に嫌いで、消えてほしいんだったら、見なきゃいいじゃん。いやでも、<っ>見るってことは、その人を手伝ってるってことだよ。嫌いな YouTuber の再生回数に貢献してるんだよ。バカか。 一再生で何が変わるんだって思うかもしれませんけれどもその YouTuber が嫌いなのに毎回見てる人が何十何百何千何万といると結構変わってきますよねだからっほっとけばもしかしたらその YouTuber 自然消滅するかもしれませんよ <laughs> YouTuber っていいことでも悪いことでも話題にされなくなったら終わりですからねそれに消えなくても 無視し続ければそのうちどうでもよくなりますよ YouTube に来て好きでもないものを見るってなんか悲しいじゃん YouTube にはいろんな面白い動画があるからキーボード猫とか笑う赤ちゃんとかなどなど探せばいろんな面白くて 見てて笑顔になるような動画いっぱいありますから相棒なんだよその嫌いなユーチューバーと一緒に住んでる場合は <noise> じゃあみんな嫌いな動画より好きな動画を見ようまたねー「おい PDR 見見てるか見てんのは分かってるるかかんのっよ俺だスーパーウルトラローリングウルトラローリングボンバーサンダー」 コーポレーションだお前に言いたいたこ,この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。昨日ゴミ箱チャンネルでフィギュアコレクションを見せる動画をアップしたので興味ある方は横をクリックするか下をクリックしてください。